合図があるんだもんね。
太陽の化身である鬼剣梅に見守られて、国見さんの盆灯がお祭り広場から退場いたします。この盆灯は灯籠流しと花火のもとみとなるために、北上川のほとりの安置所へと、古代縄文からの時を重ね、平安の昔、数多くの芸能を今に残してくれた国見さん極楽寺仏教文化、その歴史の火が1万個の灯籠となって、北上川の川を下り、人の世を慰め浄化し、海へと流れていくのです。そしてまた花火のもとびとなり、空へと昇ってまいります。変わらぬ平和を祈りたいものです。